カステルノーイ・コールドレビは、フランス、奥下に地域圏、タルヌ県のコミューン、アルビの西に位置し、アルビ都市圏に含まれている。カステルノーイ・コールドレビは古いなお、カステルノーイ・コールドボナ風という、1234年に、シカール・アラマンによって建設されたバスティットである。アラマンは、トゥールーズ・ハクレーモン7世とジャンルド・トゥールーズの2代に、渡って仕えた騎士である。 1480年、カステルノーは、帯重男爵、ユーグ・ダンボワーズの所有となった。この支配権は17世紀まで、アンボワーズ家が保持した。ユーグの孫類は、オビジュ重博及びカステルノーイコールドボナフュー男爵となり、常に城に暮らそうと、非常に特徴のある40メートルの高さの塔を建設して城を修復した。城の武器庫は、帯重博や、 王の肖像画を含め、彼の肖像画で飾られていた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複文を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。